ターコンテンツ長谷川とうすくらやのさくらんぼ通信 with 宮田翔介。はい、始まりました。9月8日金曜日ね、はい、この時間はさくらんぼ通信がお会いでいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあですね、さくらんぼ通信、はい、あのね、キラーコンテンツ長谷川と、はい、薄倉屋のさくらんぼ通信、はい、with 宮田翔介、はい、まあ、本来ここにね、そうです、そうです、はい、我らね、あのさくらんぼの、プロデューサーたるですね、はい、宮田翔介さんがいらっしゃるはずなんですけれども、ちょっと遅れそうだと間に合わないんじゃないか、差しを投げましたか。そうですね、この番組で、もう初めてですね、この童貞3人で始まるさくらんぼ通信ということ で、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、まずですね、いつもあの翔介さんが話しているように、はい、コンセプトをね、あ、そうですね、まあ、はい、このね、番組はですね、はい、まあ、今翔介さんがいないので、この3人、はい、キラーコンテンツ長谷川と、はい、薄倉屋の2人がですね、はい、実はですね、女性経験がないと、はい、人生で1回も女を抱いたことがない、はい、この3人がですね、さくらんぼ、童貞を卒業するまでのね、はい、ドキュメンタリー番組を撮ります。はい、もうね、来月で知ってますか、はい、丸2年ですよ。2年経ちましたよ、僕らさくらんぼになってから。いや、ハッピーバースじゃないよ。どうです か、丸2年経ちましたよ。だってあ、そうですか、君たちどんどん30に近づいてくるわけですよ。はい、さですよ、もうね、30超えても、何度もこの番組でも言ってますけど、はい、30超えたら、もうあっという間ですよ。あっという間ですよ、本当に。私なんかもうだって来年34ですからね。いや、もうそんな年になりますか。なりますよ、はい、34歳で抱いたことがないってなかなかのもんですよ。それはそれ、バレながら、ね、ポケモン GO で言ったらレアポケモンに近いかもしれない。いやいや、もう、いや、まあ、デートバトルが始まりますよね、私相手の。まあでもね、我々ももうどんどん芸歴重ねてきて、はい、で、後輩がどんどんできてくるわけです、ね、まあ、できてくるわけです、はい、割と後輩もね、それこそ童貞でね、はい、今悩んでるやつらが多いわけですよ、まあ、はい、話は聞きますよね、はい、だからちょっとね、この椅子が危ういんじゃないかなっていう。そうですね、はい、ちょっと世代交代も考えないで、ね、まあでもね、年齢が若い童貞っていうのは、まあ、はい、当たり前のことなんであって、はい、上の方になっていくに従って、どんどんレアポケモンになっていくわけですから、我々も。まあ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 、まあ、まあ、そうですね。だってあのそもそも、はい、あのあれですよ、うん、あの童貞仲間だった、はい、漫才協会のアシット宣言の、はい、田中くんの方、はい、この間彼女できてましたからね、はい、この2年の間に、はい、僕らがうだうだしてるこの2年の間ですよ、はい、後輩はどんどん童貞を卒業していくわけですよ、はい、悔しいと思わないのか。それが全く悔しいとは思わない。悔しいと思うところが、僕は新しいもん、ちょっとスタイルも、ね、どうしたの、スタイルも変わってきてますし、こっちの場合は、いやいや、そのベン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 じゃなくて、その何をやっているのか。いや、もう説明した方が、説明しますと、はい、まあね、だいぶ前 の、 その放送でですね、はいはい、まあ、その時はまあ新しい趣味が、うん、ね、まあ、ギターを始めますっていうところ、はいはい、まあ、そこから要するにちょっと彼女とかね、見つけようみたいになったんですけども、うん、今ちょっと特訓中でございまして。おーおー、いいじゃないですか。そうなんですよ、なんか一芸でこういうのできたらいいなっていうんで、うん、本当に本気で今通ってまして、しかもこのギターをね、見ていただいたら分かるんですけど、なんでしょう、なんですか、これあれなんですよ、今ときめく安全漫才さんのみやぞんさんと同じモデルです。同じモデルなの。これたまたま偶然で、これはアメトークでそれで言ってたんですけど、はい、この鳥の、この鳥が傾いちゃってるやつですね、はいはいはい、はい、一緒なんですよ、これたまたまらしい。じゃあもう縁起がいいギターなわけですね。いや、まあそうかもしれないですね。じゃあなんか、はい、曲とかできるわけですか。そうです、まあまあ、だから今日はちょっとご用意して。ああ、いいじゃないですか、ね、なかなか僕今ね、こう長尺でね、東洋館も最近出てないもんで、はいはい、ね、なかなかこう披露することで、ね、ちょっと一曲ですね、はい、やりたいと思います。題名は何ですか。これはですね、そばにという歌です。え、ね、誰の曲ですか。あ、これは一応僕の中でオリジナルを作ったんですか。じゃあいきます、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと待って今こう集中しようとしてる、集中してる、ごめんね、集中してるとこ。何ですか、うん、だいぶさ、はい、完成度が低い。
いやまあそれはちょっとまだギター歴3ヶ月なんで3ヶ月ですからね。あとあの、はい、ゴールまで見ていただければ。ちょっとはい、はい、一応ね緊張してんで初めての。温かい目でお願いします。はい、じゃあもう一回題名からお願いします。翔介さんも来ない間バツナギとして、はい、いきますよ。ここが怪しいんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、なんつったの今。真っ暗なって言ったんですよ。真っ暗なってたの。そうですよ。英語の歌じゃないの今の。あのすいません、はい、そこでギター漫才始めないちょっと止めないからマジで。真っ暗なってたのね。あー真っ暗な。本気やってんすか。わかりました、ごめんなさい、ごめんなさい。もう一回いきますよ、はい、本当に、はい、最初の方から、はい、うん、あ、そっから始めたね。メロディーがいいんだけど気のせいかな。おかしいな、気のせいかな。視聴者数もそんなに増えてない。あれなんだっけな。俺聞いた時ベニーキングあたりで聞いたことあるけど、あれだよね、バイミーだよね。あ、バイミー。じゃあちょっとサビだけ聞いていいですか。あ、いや、サビだけ、ちょっとサビだけ聞こえる。そばにそばにね。あ、間違えました。こんな感じでやってる。完全にあれだよね。ちょっとね、もっとちょっと、なんかね、自分のオリジナル曲という振りいらなかったわ。普通にスタンドバイミーできますでいいわ。スタンドバイミーできますって言った方がいいですか。いやちょっとね、やっぱり、まあね、うん、まあでも確かに差し込まれるとね、うん、我々ね、あの、はい、楽器のできる人はモテるみたいな印象ありますからね。はい、はい、これもうだって今でも続けてるわけでしょ。そうですね、やってますよ。続けてやってますよ。え、なんかあの学校とかには行ってるわけですか。学校は、ま、行ってないですね。独学でやってるわけ。あ、いやいや、一応教室は通いまして。あ、通ったんだ。週一でやってる感じですね。すごいなんか漫談の間のブリッジみたいな感じになってるけど、でもこういうのもできるというように。はい、ちょっとね、まあ、あのピックがね、ちょっといつも の, そのピック忘れちゃったんで、今日ちょっと柔らかめのこのピックをね、わかりますか皆さん、これ ね, ね、あの道具のせいにさせてやりましたけど、3ヶ月の野郎が、はい、道具のせいに急にし始めましたけども、ちょっと仕上げてからちょっと次回の放送でもやろうかなと思って。え、毎月必ずこのお兄ちゃんのギターのコーナーがあるの。ここだって一応ギター発表会という。発表会じゃないです。さくらんぼ通信ですから、はい、月にね、女の子とどういう話をね、したかとか、どういう関わり合いをしたかっていうことを、うん、はい、ね、次々それぞれ我々3人がですよ、個人個人でやって、はい、それを発表する場ですよ。はい、まあ、その今日はたまたまその発表する相手がいないけども、はいはいはい、今日ね、いらっしゃらないけども。まあそうですね。ね、はい、いやもう悔しいですね。ちょっと感想もできなかったんで。じゃあね、あれですよ、あの、はい、ちゃんとね、はい、ちゃんとした人の演奏を聞いた方がいい。ああ、そうですか。そうです、そうです。それを見てね、ちょっと感じるところがね、はい、あってほしいなと思います。そうね、あの、結城隆師匠の曲とか、もうちゃんと袖で、ね。素晴らしい人いますから、いらっしゃいますから。結城隆師匠のね、あのスタンドバイビーだっけ聞いたことない。多分ね、やってくれるよ。やってくれる。絶対やってくれる。やってくれるですかね。いや、そらそらそうでしょ。じゃあそれでですね、はい、お兄ちゃんもね、はい、曲を聴いて勉強していただきたいと思います。はい、そうですね、さあそれでは1曲いきましょう。あ、ここで1曲、ノーさんで、はい、フレンドシップ。はい、何も変わらない、変わり映えのない、空では雲が泳いでる、どれくらいの時歌い続けて、指にはタコが膨らんで、いつかいつかと願い叶
かけてまた飽きた書き鳴らして、明日は明日の揺らり揺られ風が吹く、とつとともに流れる景色を眺めてゆこう、まだ道は続いている、ああどっかで曲がって離れ離れになったとしても、歩いてるうちは道は必ずつながる、若気の至りで点滅信号機をひたすら走って渡った、約束されない日々を選んで、それでも僕らよかった、きっときっとって思い込めてまた音を紡ぎ出して、ゆっくりゆっくり歩いてあの山、滑らせないように手を取って、まだ折り返してもないさ、ああ、例えば君が何かにつまずきそうになったら、空を伝って高らかに歌を届けるよ、まだいけるいけるさ、はい、ノアさんでフレンドシップでした。はい、はい、あ、2桁になりましたね、視聴者数が。ありがとうございます、はい、なんか長谷川さんがこう仕切ってるって珍しいですね。なんでですか、だってキラーコンテンツとしてはどっちかっていうのを和出さんが、いや、まあまあ全部、ね、ああ、まあそうですね、はい、はい、めんどくさいからね、仕切るの。そう、あ、めんどくさい方なんですか。めんどくさいですよ。基本的に任せてた方が楽じゃないですか。はい、ただ今日はね、いらっしゃらないので、ね。今日は会長としての。はい、はい、はい。そういうわけでね。なんかこの1ヶ月、はい、まあまあ、というかね、はい、あれなんですよ、もう先月、はい、先月僕らいなかったんですよ。いなかったんですか。はい。で、先々月僕がね、ちょっと仕事の都合で来れなくなりまして。はい、あ、確か、あ、そうですね。はい、今日ね、はい、やっと4人揃うと。ほう。もう、いや、4人通信のね、揃ってないですよ。正式メンバーがやって揃うなと思ったらね、この、はい、このありさまですよ。まあまあまあ。しょうがないですけど、いない人いるまあ、ちゃんと話するのって、はい、この2ヶ月ぶりじゃないですか。はい、そうですね。なんかこの2ヶ月でなんか進展はありましたか？ 2 ヶ月、まあ2つお知らせがございまして。何でしょう、これは。まずですね、僕ら、ここちょっとね、DVD に最近出てたってことを、知ったんですよ。これもう2年前なんですけど、おもくり監督っていう、はいはい、テレビでやってましたね、番組がありまして、うん、はい、まあ、どういうのかと言いますと、まあ、千原ジュニア監督や他にバカリズムさんとか劇団ひとりさんが、うん、まあ、作品を作って、うんうん、で、まあ、吉田羊さんが司会のもと、たけしさんがまあちょっとなんか一言コメント揃える、はいはい、添えるっていう番組で、これ実は僕らその作品にこう収録してまして、自分たちが出演した作品、うんうん、っていうんで、まあ、テレビっていうのが、収録されていますんで、ぜひともですね、他のなんかものも面白いんで、これツタヤでもね、レンタルできますんで、ぜひとも、少しでもね、見ていただければなと思います。告知？告知ですよ、女もまさかの告知、ま、いや、まあこれね、知ってもらいたいから、あ、まあね、まあね、うん、でも、それともう一つあるんだろ。あ、もう一つありまして、うん、で、これがあれでしょ、うん、だいぶ前にですね、うん、占いの番組に出させていただいたんですよ。はいはいはい、うん、で、まあ、どういうのかと言いますと、まあ、ちょっと司会でちょっと後輩のやつがいまして、で、それで、まあ、僕らが一回ネタをその見たことを、まあ、占い師がまあそれを見て、なんかこう占いをしてもらうと、ネタを占い師さんに見てもらって、うん、それで占いをしてもらうと、ね、そうですね、うん、で、まあ、それでいろいろと占ってもらったんでしょ。
しょって思わない。いやまあそうなんですよ、まあネタがあって、うん、で、はい、そのまあ時間としたら大体1時間ぐらいの番組だったんですね、はい、そうですね、だけど、はいはい、でもその僕らがその前乗りして、うん、でそしたら占いの人がまあちょっと薄倉屋さんのことをいろいろ調べまして、はい、でなんか先に予習してきましてって言って、うん、その場でも結構いろいろアドバイスいただいたりして、うんうん、割ともう隅から隅まで全部教えてもらったんですよ。その例えばまあ全体運で、まあ、赤は僕らは普段着てたんですけども、うん、赤だと運気が一気にその上がるときは上がるけど、あの低迷したときは二人とも一気に共倒れになると、あ、波が激しいと、波が激しいから、うんうん、赤よりはその誕生月とか調べたらなんかその赤じゃないそのルリードっていう方が本当はいいんだと、はいはいはい、だからルリードを要するに基調とした、うん、あの衣装にした方がいいとか、うん、こういうことを言われるんです、なるほど、うん、そんで、うん、そんでまあ、はい、ルリ色のねスーツがいいと、うん、はいはい、っていうで、そしたらまあこれが人気が上がると、うん、人気上がると、うん、でまあ金運に関しては2人ともそんな心配はないよって言われて、うん、であとまあ仕事運はなんかどうやらまあその占いさん曰くちょっと5年後期待できそうだっていう、あ、なるほど、まあいい言葉をいただいて、はいはい、じゃあまあね恋愛はそうです、まあもう肝心要ですよ、恋愛は、はい、とりあえず今は仕事に専念してくださいとで、まあ、こことここ違うんですけど、結果が。結果が違う。僕の場合はですね、うん、結構、まあ、年上の人が、との相性が良くて。まあ、もともとでも年上好きだったりしたりとか。まあ、そうですね、うん。割と年上の人が好きで、うんうん、もうその人からアプローチが来るから、うん、それを待てと。それまで待って、もうその間はどんどん仕事に専念してっていうんで、こっちはこっちで自分からちょっとガツガツいかないと、はい、まあ見つからないかもねっていうアドバイスを、はい、だからこっちはいいですよね、自分から要するにもうねふんぞり返ってればね女の子が来るっていうことですから、いやまず、うん、今そういうアドバイスだけど、なんすか、なんか間違ってはないじゃないですか、間違ってはない、いや間違って言い方が間違ってるから、あ、まあそうですか、ね、はい、まあ、それまでだって仕事をね一生懸命やって、はい、その姿にちょっとかっこいいなポッとして女の人が来るってことでしょ、はい、まあそのね、まあ、まあ、ギターもそうなんですけども、うん、まあちょっといろんなところでまず活躍することがまず大事だと、まあそうだね、っていうのは言われましたね、うん、はい、そうです、何も始まってもない、いやいやこの後あったじゃん、で残り時間ちょっとわずかになって占うことがなかったんです、はいはいはい、ああしたらばあのこうどうしますかみたいな、うん、あ、まあ、占いことありますかみたいな、どうしますかって言って、うん、でまあ本当に僕らからこれあんまりなんか占ってもらうことなくて、うんうん、でまあ多少ギャグで、はい、あのおぼんこぼん師匠の仲の良さはどうなりますかって聞いたんですよ、今後仲良くなりますか、なるほどなるほど、ぜひ漫才協会としてはぜひ仲良く会ってほしいんですっていう、まあまあ協会員としてはねみんなが注目するところですからね、まあ、いて、はい、で僕そしたら占い師の人がそれはできませんってあっさり断られるかと思ったんですけど、うん、あ、ギャグでね、うん、あのできますって言われちゃってできちゃうんだあのタロットだったらその場にいないどんな人と占うことができるんですって言われて、じゃあ占いましょうと言ってタロットバーあーって出して、うんうん、パッパッパッってめくったら、うん、二人は無理ですね。古文書の方はなんか骨みたいなゾンビみたいなのが出て、あ、はいはい、古文書の王子みたいな数が出たんですよ。その裏、うん、タロット曰く、古文書は割と歩み寄ろうとしてるんですって。うん、ただ、動かないんですって。あの、片方じゃない方が動かないことによって。固くなに動かないらしいです。一生こうね、あの、交わることはないと。いうふうに占ってもらうまでもなくいや、まあ、でもそれだから知らないですから、まあ、環境のことに占い師も、まあまあね、もうタロットの力を持って僕らで、ね、見てればね、はい、分かりますけどいやそれはね、まあ、袖で僕はもうマジで喧嘩を見てますから、うんうん、貴重なねその生き証人ですからね、そうですね、新ネタだと思ってましたから、なるほど、じゃあもう弟くんはもう、はい、とりあえず仕事に頑張って、とりあえず仕事コンビですね、コンビで仕事は頑張った方がいいけども、うん、こっちはまあ自然とで歩み寄る方がいるでしょう、はいはい、僕は一応5年後で自分から行かないとダメだよっていう、ガツガツ行かないとっていう、言わないとそうダメっていうふうに言われましたね、うんうん、なるほどね、あのね、はい、もうねあれじゃないですか、もう僕らねもうこの3人ずっともう2年間童貞じゃないですか、まあまあまあ、でねあのちょっとね、はい、あの、うん、もう結構早めに提案をしようかなと思ってたんですけど、提案をね、提案があったんです、会長から、そうそう、はい、会長からですよ、はい、サグランボ通信会長からですよ、はい、うん、はい、
その提案をしようかなと思ってたんですけど、はい、なんですか、全然合わないからこの2ヶ月、はい、結構伸び伸びになってたんですけど、はい、あ、そんななんかこう持ってたわけです、ね、持ってた、負担を持ってましたよ、はい、で僕個人でもいろいろ言ってたわけですよ、あ、その合コンやら、まあ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 、合コンではないんだけども、あ、違うんですか、まあまあいろいろ、まあこの、まあね、桜も通信も2年経ちますし、はい、そろそろもう本格的な結果が欲しいと、まあまあまあ、育成の時期は終わったんだと、おうおう、まあ、そうですね、結果が欲しいと、はい、そうですね、僕ら求めてるでしょ結果を、はいはい、でもうねこれね、あの本番中に言おうと思ってずっと2ヶ月前から温めてたんですけど、はい、す、はい、3人で、はい、マチコンに行かない、マチコン、マチコンですか、うん、それなんか当てがあるから、ね、当てないです、え、ないんですか、ないです、もう完全にないです、もうゼロのとこから行くっていう、マチコンだってよどうする、弟、マチコン、うん、どうですか、あのちなみにマチコンで周りにいた方からお話を聞いたりとか、はい、そういうのは、うちの相方が言ってましたね、あ、和田さんが、うちの相方はあの人数、はい、人数集め兼にぎやかしみたいな感じで言ってました、ね、はい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 、ああなるほど、はいはいはい、うん、全然その楽しそうではなかったですよね。ダメです。一切楽しそうなの。そんなのね、僕らうちの相方からは愚痴しか聞いてないです。あの、そうですね。僕もその案に水を差すようなこと言いますけど、マチコンの成功率って結構少ないらしいですよ。いや、まあ低いでしょう。それは、はい。それは何の目的なんですか。もうガチでも出会いを。いや、それはそうですよ。もうそれは女の子と単純にそうなれようっていうことですか。そうそう。出会いがもうなさすぎるじゃないですか。やっぱり僕らも仕事してます。はい。で、仕事以外にもプライベートもありますけど、はい、まあ、プライベートでもその男と友達との、ね、付き合いばっかりですよ、僕なんてどこにで、あ、はい、だからやっぱり無理やりにでも女の子とね会いに行かないと、あ、自分から動かないと、動かないとっていうこと で、うん、で、まさかこんなにその反対意見が起こるとは、はい、いや、それこそ長谷川さんだったら、はい、もうだいぶ芸歴もありますし、うん、ちょっと後輩をこうね、なんかこう後輩に合コンのセッティングさせたいだとか、あ、なるほど、あのね、お願いして、自慢じゃないけどね、はい、うん、友達がいないんだよ、満強だって、ね、いるじゃないですか、麻雀仲間がいるじゃないですか、麻雀仲間、麻雀仲間、今日いない人とさ、はい、どこ行ったんだろうな、本当にこの今日いない人会長、俺副会長だからさ、だから麻雀のつながりでそういう人いないんですか、そのだって麻雀のつながりってだってあれですよ、会長でしょ、会長、翔介さん、はい、副会長でしょ、副会長、ダッシュ君でしょ、あ、はい、さん、はい、あとキープランニングの堀内君でしょ、はい、以上だよ、はい、あ、ないっすね、あとうちの相方ぐらいです、あと年一で翔さんぐらいなんか他の人とそのグループ以外で間違うことないんですか、その麻雀関係で、麻雀関係はないです、ないです、だってもう漫才協会麻雀部なんですから、あ、もうそこでやってるのが楽しいからやってるって、そうそう、それ以外にはプライベートで遊びに行く満郷の後輩なんて江沢くんと飯を食いに行くぐらいですよ、はい、そのまあその漫才協会以外で飲みに行く人とかいないですか、いないですね、その芸人さんは、芸人以外でもいないですか、そのプライベートだと言いますけど、あ、はい、2人っきりで行くね女の子はいますけど、あ、はい、まあ、別にその2人ただ飲んでるだけですからね、お、向こうの愚痴を聞いているっていうだけの、 あれ聞きましたっけ、あの幼馴染の女の子と一緒で、いや、なんで俺に敬語だったのどうしたの、いやいや、まあ、こう仕事上はね、うん、その話って聞いたっけ、幼馴染の方とはあれからないんですか、その、いや、だから毎月なんか定期的に飲んでますよ、飲んでなんかちょっと付き合うみたいなことをほのめかしたら、そうそうそう、付き合う、あの、どうしようかみたいなことを言おうと思ったら、はい、もう完全にシャットアウトされたって話はもう、あの、言いましたよね、そうですね、そこからまあまあ毎月毎月1回程度は必ず飲んでますけど、なるほど、ただいかんせんその向こうの今仕事が忙しくですね、はい、飲む時間は確保できてるんですけども、うん、はい、基本的にいつも疲れた顔をしている、それどころではないみたいな、なるほど、あっちも仕事が今大変と、だからね、もう僕もね、うん、ちょっとこじれてきまして、はい、だいぶこじれて、はい、あ、噂のあそこに行ってきましたよ、噂のホモサウナですか、ホモサウナじゃないです前ね、あのさくらんぼ通信でね、掘られてこうやってあのこのリーダーの翔介さんに言われたあそこですか、も通信ですしかもう噂になってないです。あ、そうですね、もう今もう東京中が噂になってるあれに行ってきましたよ。どこですか？ VR ビデオ個室にあ、ちなみにあの、はいはいはい、分からない方に、はい、VR 個室とは何ですか？ VR ビデオ個室はですね、はい、あの有名な、はい、あの世界のソフトオンデマンドがですね、はい、あのあ、わざわざですね、ありますね、VR のエロを見せるために作ったビデオ個室です、
それあれじゃないですか、単純に VR 使った AV じゃないですか。そうですただのどこに出会いがあるんだよそれで。いやすごいよ、すごかったよ。VR ビデオ個室。いやまあそれはもう来るわけですか、向こうから。いやもう、はい、もういるんだよそこにそこにいるんだよ。まずだから着けたら着けるわけですよ、はい、部屋に行ってね。でしかも今もう超満員だと、並ばないと入れないぐらいだと、はい、それはもうちゃんとその個室の中でやるわけですか、これを。まあ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 、まあ、そこはいいじゃないかまあまあそこはいいじゃないか。いやだってそれ目的で行くわけじゃないですか。違う違う、もう最新鋭の VR を体験してみようという単純な知的好奇心ですよ、はい、本当ですか、あるでしょ本当ですか。いやいや知的好奇心ですよ。だって例えばほら、はい、いろんなところでさ VR の体験できるじゃないですか。いやまあありますよ、ありますよ、場所を渡ったりとかできるわけでしょ。 ありますよ、ありますよ、新宿とか、うん、それはねやっぱりその、はい、高いわけです。入場料がね、まあまあ、いくらするんですかそれは。テーマパークですね、はい、VR ビデオ個室は1500円で行けるんだと90分1500円だと、はい、これはもうお買い得だと、はい、だまずその最初に、はい、お手頃なところから行こうと、はいはい、持って僕も単純な知的好奇心で VR 個室に行ったわけですよね、はい、いやでもやっぱりこうムラムラするわけじゃない、ムラムラするとかじゃないんです、はい、知的好奇心だから知的欲求を満たすためだけに行ってるわけだから。知的欲求が満たされたらどうなってくるんですか、だんだん。知的欲求が満たされたらもうそれはもうすごいことになりますもうすごかったですよ、部屋の中入ったら。だってまずすごいヘッドホンにガチャってやってつけるわけですよね。そこら辺は大体ね。そうするともう視界の中にまず真っ暗だったわけ、はい、何にも映んねえと思う、はい、ああはい、何にも映んない、これどうしたんだろう、はい、でパッて見たら部屋があるわけ、はい、右手に、はい、えっと思って急に部屋が現れたんです、はい、フローリングの部屋ですよ、はいはい、入ったの、ね、僕が入ったのは、ね、はい、確かにあの殺風景な、ね、黒いね、はい、いわゆるビデオ教室の部屋だったはずなのにもかかわらず、はいはい、右手に部屋が現れる、はい、部屋がある、うん、はい、そっちパッて向いたら女の子パンっているわけですよ、はい、しかもそこにいるわけ、はい、でも悲しいからね、はい、こうねこう肩を抱きしめようとするんだけどね、はい、宙をこう掴むんだね手がスッってこう、まあまあそれはそうですけど、はい、悲しいかな、仮想現実ですから、はい、すごいもう立体的に見えるわけ、はい、もうすぐそこにいるかのように、はい、これはもう未来が来たと、あ俺が待ち望んでいた未来が来た、はい、あの頃、24歳の頃ですよ、はい、僕は中学校2年生の頃に、はい、まあねもう、はい、なんとかなんねえかなと思ってた頃ですよ、はい、ね、ムラムラもんもんとしてたあの毎日、はい、なんとかしねえかなと思ってたあの未来が来たと、うん、やったと、はい、ただいかんせんね、はい、掴めない、はい、だから僕はねここでねあの一つね、はい、あのちょっとクレームじゃないけども、なんですか、掴めるタイプのテンピュールの枕を置いといてほしい、はい、抱き枕的なものをそれさえあれば完璧に、はいはい、もう完全に行為にかかろう行為にかかろうともうそっちに近づいてるわけ。違う違う、知的欲求を、何も知的じゃないです知的欲求を、ただ散々先輩が VR を元に AV を見たって新しい G 行為を思いついたわけじゃない違う違う、ただね、あのね、弱点はいろいろありますよ。まず掴めないということと、いや、まあ、掴めないサイズ感、 VR ですか、 VR サイズ感がちょっと違う。大きいんですか向こう。大きかったりちっちゃかったりする。なその作品によるんです。作品による。統一しないわけです。あとだから、ね、あとあのやっぱね、自分の視点だから視点が変わらないね。はい。視点が変わらないんです。わかります？これ言ってること。はい。例えば僕らが望んだ未来って、はい、下からこうシュッて覗けば、はい、こう違う角度で見れたりっていうのが、はい、いいのに、はい、下からこう行ってもどこまで行ってもその映像が続くんですよ。はい、はい、はい。一つの映像が飛び出ているだけなんですね、はいはい、なるほど。 上行っても下行っても、はい、それがちょっと不満ですね。いやもう1500円だから不満です。なんですか、うん、VR の話で再生回数がちょっと伸びるってまあ興味あるんだろう。皆さんもねぜひぜひですね、はい、秋葉原にありますんでね、はい、皆さんもあそうですね行って、じゃあもう検索すればもう出ますねこれ、はいはい、もう君たちも行ってみてもいいんだよ全然。いや実は僕一回行ってんすよ。え行ったんだ。え VR 行ってんすけど VR の機械ってめんどくさくないですか。めんどくさいめんどくさい。いちいちそのパソコンでその USB カーがこう挿したりとかで、そうそうそう、もうめんどくさなくなって結局 VR も動かないんで、うん、もういいやって撮っちゃって。そうそう確かにね、あの早送りをしたいな、はい、ここちょっと飛ばしたいなって時に一回脱いで、はい、現実に戻ってからマウスを操作してまたつけるっていうもうめんどくさいね。あともう一つあのなんかこう抗菌用のなんかちょっとガーゼみたいなのをこうやられるじゃないですか、はいはいはい、いろんな人が触るとちょっとあのバイ菌とかなんかいろいろあるかなっていうのをこういう
あれをかけてで VR をはめるんですよ。薄いアイマスクみたいなやつね、はい、結局メガネでガッチャガチャしちゃうんで。そうそう、わかるわかるわ。メガネが超痛いのよ。そうです、ここがこことここの鼻の部分とこう、はい、耳の部分がすっごい痛いの。そう、メガネの上にしました、それともこうメガネの中にしました、そのガーゼは。メガネの中にしましたよ、はい、あ、中にもうゲッターズ言い出すみたいな。ガサガサしてもしょうがないし、すっごい痛いし。いや、もうあれメガネ取るとちょうど、はい、痛っ。あれ翔介さん、今もう30分で半分終わりましたよ。これ今ちょうど、あ、いらっしゃいました、僕たちのプロデューサーでございます、メダ翔介さんでございます。何すいません、すいませんね、びっくりしましたよ、はい、いや、どうしました、こんな遅れるとは思わなかったですね、これ申し訳ない、はい、いや、とんでもないです、はい、さあ、それですね、翔介さんも来たということで、はい、ね、まず、なぜ今日遅れたんですか。あ、今日ですね、はい、まあ、来るまで、はい、ちょっと仕事あったんですよ、あ、仕事あったんですけど、はい、まあ、来るまでなんか千代田線で1本で来れるぐらいの、感じで乗って出ましてね、はい、まあ、でもちょっと何ですか、こう、ずいぶん30分ぐらいかかって電車乗ったんですね、はい、で、暇だから僕好き趣味のね、なんか将棋を見てたわけですよ、はいはい、で、はい、第88期棋聖戦を見てたわけですよ、はいはい、あ、もう代表的なこの何ですか、居飛車の穴熊、はい、VS、はい、四間飛車の藤井システムとの戦いですよ、はい、なるほど、これは、ね、あ、これは面白いなと思って、うん、はい、で日暮里ぐらいまで覚えてたんですけどね、はい、ついうとうとしましたね、で次ハッて目覚めたらね、鳥でって、鳥でだぞここって、鳥で鳥でまで行っちゃいましたね。で戻ってくるのにずいぶん時間かかりましたよ。まさかの翔介さん、鳥で帰りっていう、鳥で帰りですね、剣をまたいだわけですね。いや、びっくりしましたね。翔介さんも来たということで、ね、じゃあここで一旦仕切り直しましょう、はい、お、一曲、はい、挟んでみましょう、ここで、はい、さあ、ここでね、一曲いきたいと思います、はい、リカコでドリーマー、あのリカコ、さゆこさゆこ、私たちの未来をもっと輝かせてゆこう、ここからがスタート始まるよ。さてく毎日の中で、辛いことも逃げたくなることも全部味方につけて、頑張るじゃなくて思い切り楽しんだもん勝ち、空見上げてもう一度歩き出す、襲う自分次第で変わってくストーリー、できると思えばできる、できないことなんてない、どこまでも行こうよ、あの先の彼方へ、私たちの舞台はこんなもんじゃないんでしょ、たどり着ける勇気と信じれば強い想いを、 Because we have only one life, just for you and for my way、はい、お聞きいただいたのはリカコさんでドリーマーでした。まさにですね、電車の中で寝ていた翔介さん、ね、ドリーマーでしたね、ドリーマーでしたね、ふさわしいですね、翔介さん、まあ、今日ね、まあ、前半来られなかったということで、はいはいはい、大事なものを聞いていない、大事なもの、いや、うん、聞きたくもない、おそらく、うん、ろくなもんじゃないだろうとは思うんでね、はい、そのね、お兄ちゃんがね、自作の歌があると、オリジナルで、ね、歌を作った、それ一回やったんでしょ、やりました、はい、再生すんの、はい、いいだろ再生しなくて、他に曲はできないんですか、他に曲、今じゃあ例えばこれだったら女の子落とせるみたいなさ、そのためにやっぱやってるわけですから我々、おっとっと、じゃああれいきますか、カポ外しまして、ちょっと今練習してるんですけど、あ、カポつけんだ、ですね、これでもまだ歌が歌えないんですよね、歌が歌えない、そうなんですよ、一応井上陽水さん の, 夢の中へって、ああいいじゃないですか、知ますいや、まあ知ってますけど、はい、はい、もちろんそれは知ってますけど、あれおかしいな、え、これ、まあ、何の回これ何なの、チューニングをね、はい、
殺すぞおい、はっきり歌ってくれよ。いやいや、もういいよ、弾かなくて。しまえんな、もう。なんだそれ。一生懸命練習したのに。知らないよ、ここでやるんじゃないよ。しかもわざわざ持ってきたんですよ、今日。すごいね。これね、ほんとに。え、ちなみにどんくらい練習してんの？いや、もうほぼ毎日やってます。あ、そうじゃなくて、いつからやってんのよ。ああ、3ヶ月です、3ヶ月です。あ、3ヶ月前から、あ、なんかそういう楽器やってるとか言ってたっけ？あ、言いました。だからこのラジオで言ったんですよ。あ、なるほどね。で、3ヶ月の成果をここで発表しようと。はい。今日持ってきて。他にやるとこないから。使わないで、そういうの。そりゃそうでしょうけど。そりゃやるとこないでしょうよ。ないですけど。でもまだ3ヶ月は、はい、3ヶ月はまだ発表段階には達してないと思いますよ。いや、いらないですけど、まあそれはもうほら、芸人だったらもう漫才ですけど、まあね、バカずじゃないですか。そうね。ね、だから、まあこういうね、あの、まず最初に、ね、ちゃんとした曲を本当は見せたかったんですけど、最初の曲は、うん、だけども、まあ、こう徐々に徐々に慣れていこうっていうことで、なるほど、そうです、はい、でその3ヶ月の成果を今日は持ってきてくれたわけだ。持ってきたわけですよ。殺すぞ。何ですか、じゃんじゃんとか。あ、できないです。もういいからじゃんじゃんすらできないっていう。一回縛って、それ一回縛って。万能だと思ったのにな。万能ではない。万能ではないな。何が万能なんだ。万能 しかもですよ、これ漫才やってて片方は急にね、こう、はい、ギターを引き出すって相方としてはどういう気持ちなのよ。あの、特に僕に関して言えば、そのノープランなんですよ、今のところ。今のところノープラン、はい、そうだね、何の関心もない。まあそうですね。とりあえずこっちはなんかギターをやっていくそうです。そうです。ああ、そうですか。はい。まあまあまあ。こっちも楽器やってましたからね。中学校とか高校で。まあね。管弦楽部っていうね。はい。はい。おお、まあ。何の楽器やってたの？パーカッションで。パーカッション。まあ打楽器ですね、僕は。打楽器専門です。これ？まあそうですね。はい、まあティンパニーだったり、あのシンバルだったり、ね、はい。カホンだったり。まあカホンもね、できます。できないでしょ。まあでも、うん、やる。ますね、はい、そう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 。パーカスってでもさ、いや、もうちょモテ要素あるでしょ。だってちょっとかっこいいじゃないですか、パカパカパカってやってたら、はい、いや、パーカッションなかなかだってさ、うん、そのまあ僕のあれなんですけど、うん、僕の腕前だと思うんですけど、うん、なんかそのオーケストラなんですよ。オーケストラでまあ、はい、バイオリンがあって、うん、まあ、はいはい、それいろいろ楽器あるじゃないですか、はいはい、うん、僕の出す音っていつも1音とか2音3音あればいいみたいな、あの、あ、技術的にね。だからバーって盛り上がったところにシンバルバーンで終わりみたいな、そういう。あ、そ、楽しいのそれは。それはどうなの。たまにさ、その、まあ、シンバルだけの人ってなかなかいないけどさ、はいはい、その例えばなんか演奏とか見ててもさ、はいはい、なんかちょこっとだけタカタカタ叩いて最後シンバルバーンで終わる、はい、あの人はどんな気持ちで待ってんの。気持ちです、もう退屈でしかない。そうだよね。曲やってる間退屈だよね。ずっと待って、こうしてバーンで最後バーンあ、そのそれをやってたわけですか。まあ、まあ、まあね、まあ、僕はどっちかというとその中ではできない方だったんで。あ、まあそれもまあよしあしあるんでしょうけどね。まあまあ、でも上手い人いたんで、ね、上手い人ってのはどんな感じなの、はい、シンバル上手い人ってどんな感じなの。シンバル上手い人はまあ音が綺麗だったりとか、そういうことです ね、 あ、ね、あ、きちっと音が出る、はいはいはい、ちゃんとした音が出る。そうなんです。技術も多少あるんですよ、なんかシャカシャカシャカ、まあ、そうです。あれ自体がまあちょっと重いですからね。あ、はい、重さ鍛えればいいんじゃないの。い、重いん でとってもなんかこう布2枚をこう挟んでこういう形をこうグルクンに少し巻きつけてバーンってやる、綺麗に綺麗に打つのが難しいんですよね。そうですね。あとちょっと、うん、そういうもんですか。合わせ方とかあるんでしょうね。ああ、そらあるんでしょうね、はい、よしよし。見事にあれだね、オーケストラの中でモテない方の楽器をやってたね。いや、モテないですよ。あと大太鼓のボンボンボンとかそれぐらいですなるほど、それはでも確かに。本当はドラムとかできたら一番そういうやつは持てたんですよね。あ、ドラムはね、あの最近なんかニュースでもさ、ドラムなんか中学生のなんだっけ、発表のやつで、はいはい、ドラムのやつすげえ上手いらしいけど、うん、テンション上がりすぎて、あの教えてる音楽の先生に、音楽の先生っつうかね、あ往復ビンタを、ね、往復ビンタを食らうってあったじゃん、はいはい、あれとかやっぱあいつモテるんだろうね、うん、いや、そりゃモテるでしょ。中学校でドラムできるやつなんかそんな、そうだね。しかもそれなりにうまいんでしょやっぱり。まあね、世界的な人ですよね、はい、うん、その教えてた人なんて、うん、なるほどね。あの人の前でやるぐらいの腕前はあるってことですから、はい、うん、そうね。でそれソロで引っ張るわけでしょ。そうです。そのテンションってどうなんだろう。やっぱそいつなんだろうな、ないじゃん、シンバルには絶対ないテンションじゃん。しかもだって
ジャズなんかドラムソロパートありますからね、ちょっとあの自由の時間、フリースタイルの時間みたいなのありますから、いやよっぽどなんですかね、腕と自信がなければできないじゃないですか、まあ単純に自信あったんだろうね、もうそんなやつは往復ビンタだよね、持てやがってってことですよ、ふざけやがってって、それはもう叩かれるしょうがないよ、まあまあまあ楽器あるあるじゃないですかね、楽器あるある、お前そんな楽器やってねえだろ3ヶ月でもなんかちょっとやっぱ弾けるとね、やっぱり自分でもちょっとあこれいいなって思います、はい、まあ、でもね、あの全然弾けなかったところから形になっていく時ってちょっとね、あの面白いですよね、まあそうだよね、みんな曲が弾けるってなった瞬間、多分あこいつすげえなって思うだろうなと思いながら弾いてます。例えばだから彼女ができたら、うん、この歌を弾き語ってみたいっていうのあります、うん、やっぱり一番最初にやった曲じゃないですか。あのデコボコスタンドバイですね。もう悪路でしかないです。冗談ですけど、これ。まあまあ僕はね、僕がやる来る前の弾いていただいた曲なんでね、まあ僕は聞いてないですけれども、まあまあまあ、一生涯聴かなくていいや俺。ああそうです。いいよ戻してくるな、はい、そいつを、ね、翔瀬さんね、地獄の時間でした、地獄の時間だね。ちょっとね、ピックがね、相性悪かったんです。いやピックのせいにするんじゃない、道具のせいにし始めるっていう。なるほどね。でもね、何ですかね、その芸人でなんか楽器をするとかね、はい、一芸身につけるやつはいいことだと思いますよ、はい、うん、まあそれはそうですね、はい、それこそ、はい、漫才協会にいるコンパスのね、はいはい、西本くんなんて何年か前から三味線やりだして、はい、なんで三味線始めたのかなと思って、はい、なんかいつかね舞台で裏芸でも何でもいいからちょっとできればいいなと思ってっていうので、はいはい、なんか始めて、そしたら結構上手くなっててね、年々上手くなっててさ、やっぱ継続は力なんだけど、はい、いや年々上手くなってて、裏芸どころか最近だんだん表に出始めてるっていうね。いや完全に表じゃないですか、まあ、今大体なんかね、三味線漫才みたいなノリになってきたもん ね、僕聞いたのは面白かったのは、中島さんが、相方のその中島さんが、はい、なんか浪曲で漫才やってるじゃないですか、浪曲、うん、浪曲あれが、うん、なんかもう浪曲でなんか紅白みたいな大会があるらしいんですけど、うん、あそこになんか呼ばれたらしくて、民謡でしょ、民謡か、浪曲ではない、民謡で、民謡でしたね、民謡のそのなんか紅白みたいなところに呼ばれて、はい、そしたら要はそういう民謡漫才としてなんか駆けつけてくださいっていうオファーなのかなと思ったら、はい、がっつり民謡歌手としてのオファーいや民謡歌手として呼ばれたんだ、民謡歌手としてのだから期待の若手、期待の若手ですよ、そのね、コンパスの西本くんが三味線を始めて、はい、で三味線始めたからなんかお前もやれっつんで民謡を始め、ね、はい、始めて、はい、でそしたらやっぱその民謡のその民謡さんとかがね、はい、仕事が来るようになってっていう、まあそうね、になってますもんね、なってるなってる、すごいよね、やっぱりね、シンバルじゃどうやってもちょっと仕事にならないですからね、喋、うん、りの邪魔にしかならないからね顔の目の前でやるやつですね、うん、まあ、押し付けるときぐらいじゃないですか、こうやって、ね、そうだね、ボケたところでジャーンってね笑いどころですよみたいな , 笑えるか、まあいいですけどね、まあ、はい、今多いですけどね、うん、はい、まあ、じゃあせっかくだからもう一曲ぐらいいってきます、はい、あ、そうですね、もう一曲お聴きください、こっちの曲でいい、いやいや、お前の曲はいらないちょっとしばらく封印しといてやめてください、はい、さあそれでは一曲聴いてください、はい、ローズヒップスでパーフェクトブルー、うん、I'm not afraid to die.
きましたのは、うん、ローズヒップスでパーフェクトブルーでした。はい、はい、というわけで、ね、聞いてみましたけれどもね、はいはい、まあ、でもあれですよね、この番組、まあ、趣旨説明あったかと思うんですけどね、はい、私から見ましてこちら3人ですよ、はい、この、ね、3人が、童貞でございましてね、はい、もう日夜やっぱり女性との接点を持ちなさいと私は言ってるわけですよ、はいはいはい、どうなんすかここ1ヶ月で。だいたい薄倉は先月ね、ちょっと仕事で出れなかったから、ね、はい、2ヶ月経ちましたけど、この2ヶ月内で何か進展とかあったんですか。進展、そう、なんか例えば女性とのね、なんか交流を深められたとか。まあ交流って言いますと、まあ最近、女性の歌手の知り合いの方がいるんですけど。女性歌手、シンガーですか、はい、いいですね、まあ、その方とちょっと飲みに回数が、まあ、最近増えてるなっていう。おう、まあ、その方が、まあ、お友達を連れて。あ、そうだね、とかそういうのも興味あるんで、はい、まあ、その後なんか何もないんでどうですかみたいな、でそういうのに積極的に行ってるぐらい。お、まあ、そういうのはちょくちょくは、まあ、行ってはいますね。そのまあ単純に、まあ、飲み会が好きなんで。なるほど。でも、あれじゃないですか、この番組やり始めた頃よりはだいぶ女性になれた、なり始めた。まあ慣れてはいると思いますね。はい、まあそうだよね、はいはい、まあそんなになんか合コン行け、行ってね、はい、女の子に喋れなくて、女の子と喋れなくてね、はい、エアータバコをしてたあの時代とはね、はい、全然違うよね。そうですね、本当に今ギター持ってます。でもちょっと、ね、ちょっとやっぱその毛がちょっと残ってるというか、まだ完全に剥がれてはないんだなっていう思ったのが、その女性の歌手の連れでユキさんっていう、うん、子がいるんですけど、はい、はいはい、女性がいらっしゃると。その子がまあちょっとこう胸の大きい方で、なるほど、でなんか割とタンが割とちょっと下ネタが好きな女の子で、割と女の子の下ネタって結構まあ忠実というか、なんかすごいなんかえぐいえぐいきついやつが多かった話をするじゃないですか。まあそういう話を結構ベラベラ喋っちゃうような人なんですよ。なるほど。はい、で喋って、でまあ結構男もその僕らとあと一人いたんですけど、そうですね、まあそのまあ、その歌手の人とまあ全員で5人ぐらいで割と楽しく喋ってたんですよ、うん、はい、そしたらこいつがちょっとなんかまあ帰る時に、まあ僕らまあ同じ方向なんだよ、僕らだけその歌手とあと男の人とは別の人にまあ分かれて、でこいつがちょっとその歌手の人とかとグループと離れたところで、あんなにエロ話してんだったらおっぱいでも揉ませてくれればよかったよねちょっとキレ気味で言ってました。ですか、クズですね。それはまあお酒のね、あれもありますあんなにあんなにエロ話してくれんだったら一斉あるだろうっていうそれは一風旋風の旋風の発言だ発想と一緒ですからねだからちょっとやっぱ、ちょっとまだお酒ですよ。そうですね、長谷川君はどうだったの、どうなんですか。僕はですね、この1ヶ月ですね、もう本当にもう固く決意したんですけども、なんですか、この向こう1ヶ月、はい、10月までにはヘッドマウントディスプレイを買ってやろうと思いましたね。なんですかそれ。AV を見たい。死ねえよ死んでしまえよお前みたいな。今日 AV の話しか絶対買おうと思って。もうもうそれだったらもう応募したらいいじゃない。 VR じゃなくていい、応募したらいいじゃない。ここで見たい、ここで見たい、なんで近づきたいのだから、あの素人を募集してる AV があるんで募集行ったらいいじゃない。の周りにすごいいろんな人いるからやだ、怖いだろいや大体だからな、お前はここで見たいのかもしんないけど、お前がここで見ようと頑張ってそんなもん買ったところで、あの女性との距離はどんどん開く一方だからね。はい、女性ここにいないからね。いないんですか。いないよいないよ、どんどん向こう側に行っちゃってるよいやこれはショックな事実ですね、はい、まあいいでしょう、まあまあでもね、これからもう頑張ってくださいよ、はい、頑張りましょう、ね、はい、本当もう言えないですよ君らもうどん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 またね、女性との接点を持っていってほしいです、はい、私は、はい、だって来月で丸2年ですからね、この番組。あ、丸ね、そうですか、はい、はい、そうですね。え、2年もやってんですかこんなことを。2年経ちますよ。嘘だろ。2年経ちますよ。なんでギター出したんだよハッピーバースデー誰のだよこの番組の番組のうん、だったら来月やってくれよ、まあ、もういいですよ。はい、というわけでございましてですね、はい、お送りしましたさくらんぼ通信、はい、来月は10月の13日です。また見に、はい、見てください、はい、どうもありがとうございました、はい。